FM 流進堂の、今後の動画のですね、方向性について少しお話をさせていただきたいと思います。こんにちは、 FM 流進堂です。本日はFM 流進堂の、今後の動画のですね、方向性について少しお話をさせていただきたいと思います。FM 流進堂、今までずっとこうラジオ局のような形でラジオ形式でやってたんですね。ですから自分がですね、こうやってビデオに撮って、本当に YouTube のビデオログのような形で撮るようになったのがもう本当に最近なんですね。それで最近ちょっと忙しくて、動画のこう自分が撮ってる動画のジャンルといいますか種類をちょっとこう整理しきれてなかったんですよ。だから結構しっちゃかめっちゃかな感じで、ゲーム実況の動画があったりとか、結構ひどいこうぐちゃぐちゃな感じでね、いろいろなジャンルの動画が混ざっていってしまったので、その整理整頓をしていたところ、ちょっとね、視聴者さんからも分かりにくいので、3つのね、分け方で分けていきたいなと思います。それをちょっと今日お話ししたいと思います。1つ目は今こうやって撮っている普段のビデオログですね、のタイプで、これがもうほとんど全て、メインチャンネル的な感じで、動画の後ろの方にメインってついた後に、1800いくつとか、その番号ですね、動画の、番号を振りたいと思います。で、もう一つが、ライブですね。ライブでやったものは、ライブに対して、何回目のライブですよっていうので、数字をこう振り分けていきたいと思います。で、これは、一つ一つ、きちんとですね、リストで分けていきたいと思います。で、3つ目がゲーム実況チャンネル、ゲーム実況なんですけれども、僕、今、2つチャンネル持ってるんですよ。1個は、YouTube って言うんですけれども、僕がもともと FM 流進堂をやりながら、YouTube もやってたんですね。で、そっちの、ずっとやってた時の、アカウントです。YouTube は。で、これは僕が大学3年生ぐらいの時から、映像作品だったり、映像表現というものを少しずつし始めてきて、ちょこちょこ映像を作ってたんですよ。で、そういうものを発表する場所として、YouTube を使ってきました。はい。で、その一方で、動画を作りながら、ラジオも作ってたんですよ。で、そのラジオの方が FM 流進堂ということでずっとやってたんですけれども、それは独自サーバーでやってたんですが、この度で1年半ぐらい前から、YouTube の方にね、FM 流進堂のアカウントを作って、それでずっとアップしてたんですね。ですから、もう一回話戻りますと、このメインのこうやって話したり、教えて YouTube 先生とか、あと、あなたの知らない YouTube とか、そういう企画ものも含めて、基本的には全て、このメインの動画になります。で、メイン以外のものの2つを、分けるってことですね。ライブ。1つはライブ。で、1つはゲーム実況。で、それ以外のものは全てメインのチャンネルの動画として扱うということです。で、僕、一応ね、昔からやってるんですけれども、動画に一個ずつ番号振ってるんですよ。で、その番号を見れば、僕の FM 流進堂の歴史の中で、前半の方の動画か後半の方の動画かっていうのは分かるように判別がつくように、あと時系列順ですね。時系列の判別がつくように、番号振ってあるんですね、全部。全部に今番号振ってるんですけれども、で、それがメイン、今1800いくつになってるんですけれども、今までサブの動画とか、あと、
あれですね、ゲーム実況も含めライブも含めどんどん動画を出していってるんですけれども、それらが全部足されるとですね、今、2000ぐらいの動画に行きそうです。はい。で今回ね、動画総本数2000個を記念してちょっと特別な、ね、企画っていうのをやっていきたいなというふうに思ってます。でまあそれは別に新企画だけじゃないんですけど、今までのねその2000回分の、動画の放送を振り返るっていうようなね、ちょっとメモリアル的な動画にしていきたいと思いますので、まあそちらの方もぜひね楽しみにしていてもらえたらなというふうに思います。じゃあ本日どうもありがとうございました。 FM 流進堂、今日の話はいかがだったでしょうか。もし内容が良かったら高評価&チャンネル登録をお願いいたします。この世界は美しく、命は甘美なものだ。